やっぱり子供たちといえば虫捕り。なヘビじゃない？待って、ある。大丈夫だよね。フラ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 。ちょっと見て、近くで見て。うわ、フラ本当にやばいって。どこ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 、待って。え、懐いてるんちゃう？なんか兄の方が。一緒に寝れば今日。ゲン、ほい。動画的に空気読まな、あああ動画的に空気読まな、ああ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 あ、今までね、ずっと探してますけど、僕たち言うてね、今何時ですかね。夜の10時くらいから来てですけど、3時です今。ずっと探してます僕たち。こう車でいろんな街灯の下行って、何にもないんで多分カットすると思うんですけど、編集上。めっちゃ行く。どういうこと？怖っ。びっくりしたよね。びっくりしたよね。俺たちが一番多分びっくりしたんですけど、今もう走ってきて車移動してまた違うとこ来ましたよ。やっぱりね、クワガタはいないです。またリベンジしようかなと思ってるんですけど、まあでもさっきこれ一匹ね、可愛い、なんだっけ名前、チョッコロ、ピョンタ、ピョンタだ、ピョンタ。やっぱさすが名付けの親だけあって覚えてます。ピョンタくん、一番最初に撮ったね、僕たちの思い出の相棒なんですけど、やっぱりこの地で生きていくのが最適じゃないかということで、今回ちょっとこれ逃がしてあげましょうか。親離れの時期ですよ、言うて。しっかりなぜたって、一回なぜたって、一回挟まれたって。あ、今なら、あ、ガチ怒ってます、ガチ怒ってます。今なら鼻いけるんじゃないですかこれ。いきます、いきます。うん、挟んでくれない。優しい子でした。最後の最後までね、本当に優しかったんですこの子は。はいはい。名付けの親がね、やっぱり話してるのが最適じゃないかな。俺はちょっと見てらんないわ。涙せずには見てらんね、これは。まあ仕方ない、やっぱりこの子のためにも離れたくない。そこをグッと我慢して話すのが親の宿命だ。ピョンタ、ブンタ、ピョンタ、ピョンタ、元気に生きろよ。そして強くなれ。凛々しいな、やっぱりピョンタは。いつ見てもな、俺らは俺らの明日に向かって、明日に向かって行かなきゃいけねえんだよ。し、行くぞ。